ええ、よかったね。変な掘りね。嬉しいね、ヌカオ。楽しい。ヌカオ。楽しいんだね、これね。その楽しい顔を仕上げるやつ、とてもいい。楽しいわ。危なくなくていいね。うん。嬉しいし、嬉しい気持ちいい。はい、分かった方、ごめんよ。じゃあ、終わりね。終わり。さあ、ゆっくりだよ。ゆっくり行くんだよ。はい、おしまい。ゆっくりだよ。大丈夫だよ。くるっと自分で回って降りるよ。うん、はい、どうぞ。はい、いいよ、終わり。終わりだって。これはね、踏み外しちゃうんだよ。ルンルン、ほら、ぐるっと回ってごらん。回ってごらん。ルンルン、終わりで。そうそうそう。ほら、いいよ、こっち。こっちおいで。ルンルン、おいで。一本通しちゃダメだよ。そっちで回ってください。あ、後ろ足が。そうなんだ。これがね、もういいよ、また。これ、周りに回るのが心配なんだな。うん、ルンルン、いくよ。せーの。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。はい、はい、よしよし。な、最近ちょっと降りるのが怖いんだよね。さあ、ラの番号その階段登ればお父さんができるのにな。さあ、自分で登んないからね。もうちょっとこっち。さあ、行くよ。せーの。よいしょ。はい。登るぞ。せーの。よいしょ。はい。なあ、そうに教わったんだもんな。自分で登っちゃいけないんだよね。降りる時もな、ね、自分で登り降りしないように教わってるからね。なあ、そうに教わって人間の都合で今度は自分で登れてたってなんだよな。そうに教わっちゃったもんな、僕は。いやだ、もうね、もう嫌な顔すんだ。ここがね、団子になっちゃうんだよ。ここがそうそう、うん、これがこう斜めに座るのね、うん、ここのところだけなの、ちょっと出して、ここだけ洗ってね、やっちゃうよ。口はやってくれたんだね。うん、口はやった。口と顔はやったから。口と顔はね。じゃあ体だけでね。うん、よかったね。なんでそれ嫌そうな顔してる。よし。さあ、ざっとやっちゃうよ。そういう時間が多いんだよ。うん、アラはあんまり葉っぱの中とか行かないから。そうそう、あの 葉っぱだとかさ、ああいうの草の中にいるんだよ。うん、ここがどうしてもね、アラはちょっと汚れちゃうんだよね。毛が長いから。俺これでやってるに。結構でも そこまで座らない。うん。お尻の辺やりだすとなんか嫌だらしくって。もう2週間もやってもらってるから慣れてきた。慣れてきた。な、朝散歩行くのがもう分かって、うん、喜んでる。朝もこのくらいの時間に行っちゃえば一番いいな。うん、ちょうどね、あの他の人とも会わない。そうだね。他の人はね、あの関谷さん言うにはね、うん、8時過ぎ出せたな。うん、この人は最初俺も10時ぐらいにしたんだけどさ、うん、1日10時に行ったらもう暑くて、うん、かわいそうで、まあその日がたまたま暑かったってのもあるんだけど、うん、今度それせっかくできた早い習慣だからそれに、うん、あの習慣づいちゃえばね、うん、夜なんかなんとなく動画見たりして夜更かししてるだけだからさ、うん、そんなの無駄な時間だから早く寝て朝散歩に行った方が気持ちいいし、気持ちいいね。ダイエットもなるし。そうそうね、早いし、早かった。いいかな、一緒にとこだってな。おしまいね、やるか。待ってなさい、ほら座っちゃってもらえば、ね、これ気持ちいいんだよ ね。あら、このお耳がね、これ気持ちいいんだよね。よしよしよし、綺麗になったな。あ、ちょっとそこ汚れてるな。お前、よだれで汚れてるか。いいね。はい、早しまい。あ、かっこいい。
かっこいいね。かっこいい。肩すぼめてこうやってなんか嫌だなって顔してんだね。かっこいい。ブラッシング嫌なんだよね。さあ立って、さあ降りるよ。降りるよ。あ、お、ほら立ってほら。立って降りるよ。お、下ろしてあげる。行くよ。降りるよ。行くよ。せーの、よいしょー。おう。え、下ろすのがちょっとお父さんみたいにうまくいかねえんだよね。